イグラ検査の実際イグラ検査は、採血で行う検査です QFT 検査や T スポット検査と呼ばれることもありますイグラ検査は、体の中の血核菌を調べる検査ではなく血核菌が体の中に入った場合に起こる免疫応答を調べる検査で結果判定までに1週間程度かかります それでは採血の様子を見てみましょう。どちらかのスピッツで取ります。手のひらを上に向け、肘を伸ばした状態で、肘の内側から採血をします。採血しやすくするために、スタッフが上腕部をやや強くバンドで締め付けます。次に、 スタッフが針を刺す部位の皮膚をアルコール面で拭きます。ここで採血する手の親指を中に入れて手を握ります。採血する場所は触らないでください。採血のためスタッフが針を刺しますので動かないでください。採血中は手が痺れていないか、 気分が悪くないか確認されます。スタッフが強く締めているバンドを外して針を抜きます。針を抜いたところをアルコール面で3分くらい押さえます。3分くらい経ったらスタッフがバンドエイドを貼ります。 特に血液検査前、検査後に食事や入浴に関して制限はありません。あなたが免疫を下げるような病気にかかっている場合、正しい結果が得られないことがあります。